岡崎真嗣は兵庫県宝塚市出身のプロサッカー選手。ポジションは FW。無所属。元日本代表。2020年の日本代表特典ランキングで歴代3位、出場数で4位の記録保持者。2015年から2019年までイングランドプレミアリーグのレスターシティ FC に所属。2016年には ジェイミー・バーディラとクラブ創設132年で初のプレミアリーグ優勝という歴史的なメンバーの一員となった。マインツでは欧州主要リーグの日本人最多得点を記録している。1986年に宝塚市で生まれた。母は元テニス選手で高校時代にインターハイにおいてダブルスを呼び団体戦優勝を経験している。 三田尻付き大小学校2年生の時に兄に影響されサッカーを始めた。中学の時はクラブチームの宝塚ジュニア f c と三田尻付き大中学校のサッカー部でプレーし県選抜に選ばれた。中学卒業後は兵庫県の強豪である滝川第二高校に進学した。1年次からレギュラーを獲得し全国高校選手権では3年の兄。 笠見博ヒロシと2トップを組んでベスト4に入った。3年目の全国大会ではキャプテンを務め、同期の木島優、1年後輩の森島康人と攻撃陣を形成していた。2年後輩には金崎夢生がいる。2005年の高校卒業時、神戸と清水の2クラブから声をかけられたが、レベルの高いところでプレーしたいという本人の意向から、清水エスパルスに加入。 加入当時の長谷川健太監督による評価は FW8 人の中で8番目であった。2006年元日の天皇杯決勝で公式戦初先発。サテライトで着実に結果を残し、2007年シーズンにはトップチームで主に MF として起用され、リーグ戦で5得点を決めた。2008年シーズン序盤は途中交代での出場が、 多かったが短い出場時間の中で得点を上げ、シーズン途中からは FW の軸として先発で起用されるようになり、目標としていた年間10得点を記録し、清水のエースと目されるようになった。2009年は新加入のフローデ4戦が FW の軸となり、岡崎は FW またはサイドハーフで起用され、リーグ戦。 全34試合を含め公式戦41試合に出場した。また J リーグアウォーズでは、清水からは10年振りとなる J リーグベストイレブン選出を果たしたほか、優秀新人賞を受賞し、新人王の受賞資格を得たが、すでにプロ5年目で十分な実績を持つ岡崎の選出は物議を醸し、新人王選出基準の見直しが行われるきっかけとなった。二0 1年は、 J1 第二節山形戦において、後半四十三分にシーズン初得点を挙げた直後、相手選手と工作支柱が口を直撃して、前場二本が根本から折れ曲がり負傷退場し次節も欠場するが、リーグ戦三十一試合に出場し十三得点を挙げた。VFB シュトゥットガルト時代二千十一年一月三十日、ドイツブンデスリーガの VFB シュトゥットガルトが、 推定年俸130万ユーロの3年半契約で岡崎を完全遺跡で獲得したと発表した。しかし、清水との契約期間中は2011年1月31日までであり、清水は契約の詳細も含め何も聞いておらず、代理人のロベルトツクだとも連絡が取れていなかった。シュトゥットガルトが ドイツサッカー協会を通じて行った岡崎の国際遺跡証明書発行以来では、シュトットガルトとの契約開始日が2011年1月31日と記載されていたため、清水は2011年1月31日までは岡崎との契約期間中であることを日本サッカー協会を通して、シュトットガルト及びドイツサッカー協会に対して、 遺跡証明書発行以来の記載内容が誤りではないかと紹介。同時に、シュトゥットガルトに、FIFA 規則第18から参考第1文及び、第2文にあたる所属クラブへの事前通告なく規約、違反にあたるなどの問題点があったことから、清水は、国際サッカー連盟の規則に違反していると主張し、JFA から、国際遺跡証明書が発行されなかったため、 ブンデスリーガデビュー戦と見られていた2月12日の 1FC ニュルンベルク戦には出場することができなかった。同年2月17日、FIFA の裁定により暫定登録という形で UEFA ヨーロッパリーグの出場が可能となり、ベンフィカ戦に左 MF でフル出場デビュー。2月20日、ブンデスリーガ第23節バイエルレバー空前戦で先発出場し、 ブンデスリーがデビューを飾った。それ以降スタメンに定着するも残留争いの過中にあったチーム事情により守備に奔走することが多かったためなかなか得点を決められなかったが豊富な運動量と献身的な守備を発揮することで岡崎加入前まで降格権をさまよっていたチームは調子を上げていき最終節を待たずに残留を決めた5月6日のハノーファー96戦では決勝点となる ブンデスリーが初ゴールを決めた。最終節のバイエルンミュンヘン戦でも得点を上げチームの一部残留に貢献した。2011から12シーズンは主に左 MF で起用され前半戦は3得点を上げたがサブに回ることも多かった。後半戦は2月に3試合連続得点を記録し、2012年2月19日のハノーファー戦で決めたバイシュクルシュートが ドイツのテレビ番組で2月の月間最優秀ゴールに選出された。しかし、以降は怪我もあり2桁得点には届かなかった。2012から13シーズンはリーグ戦わずか1得点にとどまった。2013年6月25日、1FSV マインツレー後に3年契約で完全一席。移籍金は150万ユーロとされる。シーズン当初は、 シュットガルト時代と同じく左サイドハーフで起用されていたが、第10節のアイントラハとブラウンシュバイク戦で1、トップとしてスタメン出場すると、ドイツに渡って、以来自身初のマルチゴールを記録した。12月21日、第17節のハンブルガー SV 戦では2ゴール1、アシストの活躍を見せ、ブンデスリーガの公式 HP では3度目のマンオブザ。 マッチに選出された。1月6日、ドイツ市のキッカーは、ブンデスリーガのポジション別ランキングの FW 部門で、前半戦を16試合8ゴールで終えた岡崎を8位に選出した。4月19日、ドルトムント戦で、香川新人が、ドルトムント時代の2011の12シーズンに、記録した、ブンデスリーガの日本人最多得点記録となる13得点に、並び、 4月26日のニュルンベルク戦で日本人最多得点記録を更新。最終節の5月10日のハンブルガー SV 戦でも得点を重ね、最終的にマインズのクラブタイ記録、清水時代を含めても自身のキャリアハイとなる15点までシーズン得点を伸ばし、2013から14シーズンを終えた。またこの活躍によって、ドイツオンラインメディアスポークスによる 年間ベストイレブンにも選出された。2014から15シーズンのリーグ開幕戦、SC パーダーボルンで A7 では1得点を挙げて、ドイツ史のキッカーのマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。第3節のヘルタ・ベルリン戦では2得点を決め、この得点で、奥寺康彦の日本人のブンデスリーが最多、得点記録を更新した。第25節の FC、アウクスブルク戦では、 シーズン10得点目を挙げ、2シーズン連続の2桁得点を挙げた。第29節 SC、フライブルク戦では2得点を挙げるなど、最終的にリーグ8位体となる12得点を決めた。2015年6月26日、イングランドプレミアリーグのレスターシティ FC に移籍金13億円に4年契約で移籍。同年8月8日の開幕節。 サンダーランド AFC 戦で2トップの一角として先発出場を果たすと8月15日に行われたプレミアリーグ第2節の敵地ウエストハム戦にてプレミアリーグ初ゴールを決めた1月10日に行われた FA 杯3回戦トッテナム戦で FA 杯初ゴールを挙げた2016年3月14日のプレミアリーグ第30節入荷するユナイテッド戦では 前半25分に本拠地キングパワースタジアムでの初ゴールをオーバーヘッドキックで決め1から0の勝利をもたらした。そのゴールは世界中で話題となりイギリスメディア BBC のサッカー番組マッチオブザデーで3月の月間ベストゴール候補に入りファン投票で2位にランクインした。その後も同じポジションのジェイミー・バーディと比べると得点は少ないが 豊富な運動量でチームに貢献し、A 放送局、スカイスポーツは影のヒーローと評価している。5月2日に行われた試合で2位のトッテナムが引き分けたため、クラブ創設132年で初のプレミアリーグ優勝という歴史的なメンバーの一員となった。また、岡崎にとっては J リーグ時代やブンデスリーガー時代には獲得できなかった初のクラブリーグタイトルとなった。 優勝決定の瞬間は、バーディの自宅でチームメイトと喜び合い、自身のツイッターで、久しぶりに、我を失うくらい嬉しくて信じられない気持ちですと、ツイートしている。なおこのシーズンをカザキは25試合で途中交代を、しており、これは、プレミアリーグ対記録であった。最終戦のチェルシー戦で途中交代すれば、記録更新であったが、結果は、 ベンチスタートからの途中出場であり、更新はならず、岡崎自身は後にこのことを悔やみつつも、今では笑い話としている。2016から17シーズン、9月20日のエフル、カップ3回戦チェルシー FC 戦では、2得点を挙げる、活躍を見せるもチームは2から4の末敗れた。月日、欧州 CL 第節の FC コペンハーゲン戦で、後半から、 途中出場して CL 初出場を果たした。10月22日、プレミアリーグ第9節のクリスタルパレス戦ではシーズン初得点を決めた。11月22日、欧州 CL 第5節のクラブブルージュ戦では CL 初得点を決め、CL の決勝トーナメント進出に貢献した。 決勝トーナメントではベスト8に進出するも、アトレティコマドリード戦では2試合とも前半で交代し、チームも1から2で敗れて敗退した。5月13日の第37節マンチェスターシティ以前では、ボレーシュートを決めるもチームは1から2で敗れた。2017から18シーズン、アーセナル FC とのリーグ開幕戦で、新シーズン初得点を決めた。 第2節ブライトン戦にて開始52秒で先制点を決め2試合連続ゴールを記録した。9月19日、カラバオカップの3回戦、リバプール戦では1得点1アシストの活躍で勝利に貢献した。12月13日、吉田麻也との日本人対決となった第17節のサウサンプトン FC 戦ではお互いに先発出場し2得点を挙げる活躍を 見せて4連勝に貢献した。なお、対戦相手の吉田も1得点しており、この試合は、プレミアリーグの歴史で、初めて複数のアジア人選手が得点した試合となった。前半戦で6ゴールを記録するもその後は、負傷欠場が続き、2桁得点はならなかった。2018から19シーズンでは、開幕からレギュラーをつかめなかった。 2月に就任したブレンダン・ロジャーズ監督のシステムの下では出場機会に恵まれずシーズン終了後に契約満了によりレスターを退団すると本人が明言した2019年7月30日セグンダー・リビジオンに所属するマラガ CF に1年契約での入団が発表されたしかしマラガがリーグの定める選手年俸総額を超えていたため 岡崎の選手登録ができず、9月2日に契約を解除した。2019年9月4日、セグンダディビジオンに所属する s d ウエスカに1年契約で入団した。背番号は12。9月8日、第4節のスポルティングで基本戦で途中出場からスペインデビューを果たした。9月28日、第8節のジローナ FC 戦で移籍後初ゴールを決めた。 2020年2月23日、第29節のラージョ戦では、ヘディングによる得点が VAR 介入によって取り消され、シーズン7度目となるゴール取り消しになった。2月29日、第30節のエストレマドゥーラ戦では、リーグ戦初の1試合に得点を決めた。7月2日、第37節のラスパルマス戦でも得点を決め、スペイン1年目で2桁得点を達成した。 7月17日の CD ヌマンシア戦ではヒールキックでシーズン12点目のゴールを決めチームの勝利に貢献。そして7月20日の最終節でスポルティングで基本に勝利したため首位に浮上しセグンダ優勝を果たした。岡崎自身はリーグ戦12得点を記録しチーム得点を落として優勝に大きく貢献。シーズン終了後に行われた SNS で ファンサポーターが選ぶ、クラブ年間最優秀選手とヌマンシア戦のヒールでのゴールがウエスカ年間最優秀ゴールに選ばれた。7月25日、ウエスカと1年間の契約延長に合意した。2020から21シーズン、第12節のグラナダ戦で、ラリーが1ブリーク発となるゴールを約35メートルのループシュートで決めた。このゴールで、リーが公式、 ツイッターの12節ベストゴールに選出されたほか、前週の武藤義則に続いて、3つの欧州主要リーグで得点した2人目の日本人選手となった。2021年2月7日、第22節のレアルマドリード戦で、裏への抜け出しからハビガランに合わせて、全制点となる初アシストを記録するモチームは1から2で敗れた。クラブでの活躍が、北京オリンピック代表監督、 ソリマチ工事の目に留まり、7月に北京五輪代表として本大会のメンバーに選出された。同五輪の総合試合として行われた U-23 オーストラリア代表との試合に後半途中から出場し、谷口博之の左クロスをダイビングヘッドで合わせて五輪代表初得点を決め勝利に貢献した。しかし、本大会では無得点に終わった。 ウズベキスタン戦の岡崎の得点シーン2008年9月に A 代表に初選出され10月9日のキリンチャレンジカップ UAE 戦にトップ下でスタメン出場し A 代表初出場を記録2009年1月20日アジアカップ予選のイエメン戦で代表初得点を決め6月6日の W ハイアジア最終予選のアウェーウズベキスタン戦では 日本の4大会連続のワールドカップ出場を決める決勝点を挙げた。10月8日のアジアカップ予選、タイ・香港戦及びその約1週間後に開催されたキリンチャレンジカップの統合戦ではハットトリックを記録した。この年、代表では計16試合に出場し15得点を挙げ、国際サッカー歴史統計連盟により世界得点ランキング1位に選出された。 2010年に入ってからは、6月4日の新善試合コートジボワール戦までの A 代表全10試合のうち8試合でスタメンとして起用されたが、3月3日のアジアカップ最終予選バーレーン戦での1得点のみと結果を出せず、ワールドカップ南アフリカ大会直前になって、レギュラーからサブに降格となった。本大会では全4試合に右サイドハーフとして、 途中出場し、グループリーグ第3戦のデンマーク戦では、後半42分に、本田圭佑からのパスを受けて、ワールドカップでの自身初得点を決め、日本代表の決勝トーナメント進出に貢献した。ワールドカップ後に代表監督に就任したアルベルト、ザッケローニが、初めて指揮を取った10月8日のアルゼンチンとの、親善試合では、決勝点を挙げ1から0での勝利に貢献した。 2011年1月17日のアジアカップグループリーグサウジアラビア戦で代表として自身3度目のハットトリックを達成した。この記録は三浦和義に並び歴代2位体。同年3月29日に開催されたチャリティーマッチ東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ頑張ろう日本。では、ホンダからのアシストで2点目を決めた。 2013年2月6日のキリンチャレンジカップラトビア戦で三浦和義の記録を抜く日本代表最速となる代表通算30得点を突破した。2014年3月5日国立競技場改装前のニュージーランド戦で2得点を挙げ原博美を抜き歴代3位の38得点となった。同年6月に開催された 2014FIFA ワールドカップでは全試合スタメンで起用され、第3戦コロンビア戦では一時同点となるゴールを決めるも、チームは敗れ、グループリーグ敗退となった。2015年1月のアジアカップ2015では、パレスチナ戦にてゴールを決めるも、大会を通して、岡崎の得点は、この1ゴールに止まった。日本は準々決勝の UAE 戦にて、PK 戦で敗れ、ベスト8で敗退した。 3月27日、キリンチャレンジカップチュニジア戦で、A 代表90試合目の出場となり、三浦和義の89試合を上回り FW では、A マッチ最多出場者となった。2016年3月29日、2018FIFA ワールドカップアジア2次予選シリア戦で、日本代表では5人目となる国際 A マッチ100試合出場を達成。 その試合で得点は上げられなかったが、監督のバヒド・ハリル・ホジッチから、岡崎はご褒美を取る資格がある。として代表キャプテンの長谷部誠に代わり、キャプテンマークを巻き、試合後にはチームメイトから、胴上げの祝福を受けた。2017年3月28日、2018FIFA ワールドカップアジア3次予選の対戦では、代表通算50点目を決めた。 代表で50点を決めたのは、鎌本国重、三浦和義に続いて3人目。2018年におけるサッカー日本代表を2018年6月、ロシアワールドカップのメンバーに選出され、W 杯3大会連続出場を果たす。グループステージ3試合に出場するも得点は上げられず、3大会連続ゴールは叶わなかった。ベルギー戦の翌日の取材で、 周囲の選手が代表からの引退を宣言していることについて聞かれると、日本のために力を尽くしたいという気持ちは変わらないと語り、自ら代表を引退する考えはないことを明かした。2019年5月23日、キリンチャレンジカップのメンバーに選出され、森安はじめ体制での代表初招集となった。翌24日には、コパアメリカ2019のメンバーに選出された。 大会では、東京五輪世代中心で構成された若手メンバーの中、第2戦のウルグアイ戦や第3戦のエクアドル戦では、得点に絡んだ。しかし、チームはグループリーグで敗退となり、自身もエクアドル戦では、シュート0本で終えるなど、ノーゴールで大会を去った。オフザボールの動きで勝負し、ワンタッチでゴールを決めるタイプのストライカー。 一瞬で DF ラインの裏に抜け出してのシュートも得意とし、ダイビングヘッドなど泥臭くゴールを狙うプレーも厭わない。運動量と質が高く、前線からの激しいジェイシングなど、守備能力も高く、フォワードの他にウィング、トップ下及びサイドハーフもこなす。また動きの質が高く、それによりチームに貢献する。以前は自他共に認める鈍速だったが、 バルセロナ五輪に100メートルで出場経験のあるフィジカルトレーナー、杉本達夫の指導により走り方の改善を行い、出足の鋭さを手に入れた。フィジカル的な強さやキレも増してきている。レスター時代のブレンガン・ロジャーズ監督による評価は、まず人間として非常に素晴らしい。正直で連日のハードワークを自分に課し、それを素晴らしいエネルギーと情熱でこなす。 相手に蹴られてもすぐに笑顔で立ち上がるしね。そして常にピッチで全力を尽くす。英国ではタンクを空っぽにするというのが全力を尽くす人間の例えだが彼こそまさにタンクを空っぽにする男だった。練習場でも常にタンクを空っぽにするまで走った。年短い間だったが彼と一緒にやれたことは私にとっても喜びだったと語っている。 その他の国際公式戦日本代表での岡崎、ありがとうございます。